さあ、本日も仮想通貨リップルのチャート分析をさせていただこうかなと思います。現在時刻ですけども、8月21日午前7時25分 YouTube 録画しております。いつも音声 YouTube 聞いていただきましてありがとうございます。こちらですね、 YouTube なんですけども、負けない投資ということをコンセプトにですね、皆様が少しでもね負けないようにということで YouTube 配信頑張っておりますので、よかったらチャンネル登録していただけたらなと思っております。今日もですね、アメリカ市場をちょっと振り返っていきたいんですけども、まずニューヨークダウが290ドル安ということになってしまったということで、大幅に下落になってしまいました。ナスダックも260ポイント安ということで、こちらも大幅に反落ですかね、続落ですかね、とにかく下がってしまったという感じです。 S&P の方が 1.29% 下落しておりまして、こちらも安くなってしまっているということで、日経先物もですね、マイナス185ということなので、朝の日経明日の9時ですね、ちょっと安く寄りつくんじゃないかなというものが多いかなというふうに感じております。それから為替もちょっと見ていきたいんですけども、為替が136円ということで、円安方向に進んでいるのかなという感じなんで、自動車株とかもしかしたら堅調なのかもしれないですね。それからオイルですけども、こちらが 89.97 ということで高止まりしております。金先物もこじっかりということです。それからビックス指数、恐怖をね表す指数なんですけども、 20.6 ということで、また20の大台にちょっと乗ってしまったという感じで 5.32% 上昇。こちらがちょっとね嫌気されている感じはあると思いますので、これが上がらないようにね一つ頑張ってもらいたいなと思うんですけども、20、30とね、ちょっと上がっていくと、値段がボラタイルになってきて、相場が荒れると、すなわち下がりやすくなったりするような感じになるかなと思いますので、ちょっと警戒感を持っておいた方がいいんじゃないかなと思います。それではビットコイン、イーサリアムはどうなっているか見ていきたいと思います。はい、こちらが本日のビットコインなんですけども、289万8000円まで今日は、なっているという感じですかね。ほとんど変わりはないんですね、値段的にはね。昨日とあまり動きがないのかなというところ。安くなっているのはイーサの方かなという感じですね。こちらの方が21万5820円まで落ち込んでしまったということで、ちょっと下げ幅をね、さらに広げてしまっているような状況なので、ちょっと気をつけてもらいたいなというところですね。はい、それではリップルはどんな感じで動いているのか、皆様と MacDRSN を使ってですね、ちょっと確認していきたいと思いますので、最後までご覧になっていただけたらと思っております。はい、お待たせしました。リップルなんですけども、ちょっと時間が経ってからね、また冷やしチャートのチャート分析をしております。少し時間がずれたんですけど、あまり値段の方は動きがそんなにないかなというところですね。今現在8月21日の11時29分ということで、さっきのね、ちょっとデータの後にまた、マックリー RSI をちょっと使った、このチャート分析というのを取り合い、プラスしております。ちょっとね、値段の方があんまり変わってないんですけども、しっかり細かく分析していきたいと思いますので、最後までご覧になっていただければと思っております。はい、値段の方ですね、46.4 円ということで、値段の方は落ち着いているんですね。昨日ちょっともう下がった分ですね、もうここからはあんまり下がらないのかなというところで、利確も昨日で随分出たんじゃないかなと思いますし、MACDもですね、ちょっと上抜けしてきたので、ちょっと下げ渋ってるのかなという感じです。RSI もだいぶね、下がってきてますので、少し割安感の方も出てきてるのかもしれないなというチャート形状になっております。それから直近最後に値段の戦略構築をしていきたいんですけども、 45.6 が下限のサポートライン、それから上は 46.954 あたりがレジスタンスになっているので、このあたりの動きですね、45円から50円手前の47円ぐらいで動いているんじゃないかなというのが直近の見立てなんで、ここがどうなっていくのかですね。明日の日経平均のね、寄り付きまではあんまり動きがないんじゃないかなと思っておりまして、安くなるとしたら夜ですね、深夜にかけて、それを見込んでですね、下がってくるという形になるかなと思うので、日中はちょっと今落ち着いている状況かなというところがあるので、今後どうなるか。明日日経平均がですね、また落ち着きを取り戻したりとか、夜のね、ニューヨーク市場が落ち着きを取り戻せばまた50円ぐらいにね、戻れるんじゃないかなと思うので、ちょっとしっかりその辺どうなるか、明日の相場結構大事だなと思っているので、ちょっとしっかり見込んでいきたいなと思っております。
はい、ということで今回も XRP のチャート分析最後までご覧になっていただきありがとうございました。